幼稚園生ぐらいの頃に初めて飛行機に乗った時に、まあ、かっこいい乗り物だなと思って、最初の単独飛行は初めて飛行機セスナに乗ってから20時間程度で出たんで、自分が本当に20時間程度で空に出れるとも思ってなかったですし、出る時はワクワクというよりは1回目は完全にもう怖いという感じだったんですけども、上がった瞬間は自分で本当に飛ばしてるっていう開放感に満たされてました。今自分は事業用課程、プロのパイロットを目指している課程で、本日の訓練はナビゲーション、普段通らないようなルート、初めて行くようなルートを使って北九州空港に行くというナビゲーション訓練で、ナビゲーション自体に関してはおおむね計画通りに行ったんですが、飛行中に教官から出されるエマージェンシーであったり、本当にプロのパイロットとしてどう対処しなきゃいけないかっていう思考、思いつかない点が反省点だったと思います。着陸に関しては横風が今日強くて、あれはもう根性を負けして流されそうになったところを、教官にもっと根性入れろって言われて、そこで初めて根性を入れて着陸したという感じです。根性はないよな。そうね、場所によって感じちょっと変わってたから。空港を歩いていて、この人の操縦する飛行機に乗りたいというのを思われるようなパイロットになりたいです。現在世界および日本全体においてパイロット不足が深刻化している中で、パイロットがとても必要とされている世の中になっています。崇城大学では大変な訓練もありますが、空を飛ぶ楽しさも非常に学べるような環境になっています。皆さんで一緒にパイロット、いいパイロットを目指しましょう。